ラッキーさんは千葉のおがくず、おがっていうのはおがなんですけど、おがと書きます。大きい金辺にいる住居の居、はいはい、でおが、でそのおがから出てくるのがおがくずなんですが、さあひょっとするとラッキーさんのお邪魔してる先は僕もお邪魔したことがあるような気がしてます。ラッキーゆうたさん、当たり当たりいやーここはね、風が気持ちいいんですよ。全く今音、何の音もしないでしょう。なんかね、時間が止まってますね、ここは。外見ますとね、海のこの入り江になってまして、丸太が浮かんでるんですけども、それを引き上げるスロープ、スロープがございまして、この今、工場の中にです。もうすでに音が。はい。シャっていう音がする。シャッという一言で片付けたあなた早速ですね、こちらの、材木屋鴨川商店の鴨川、水戸代さんに、社長さんですか、お話を。会長さん、おはようございます。おはようございます。どうも。 A さん来られたのは何年前でございますか。A さんのレギュラーの番組の遠くへ行きたいという番組でお見えになったことがありまして。そうですよね、お世話になりました。いやおそらくご記憶あるかどうか。いやいや、あります、あります。 A さん川っぷちの、はい、海の見えるなんかのんびりした場所です、はいはい。ところせますと、その材木が製材された、木がですね、並べられて積み上げられた中にですね、こうなんと言ったらいいんでしょうね、ひときわ大きな欅の木なんですけれども、欅の木ってはこう見ると生き物ですね。もうまさに欅に限らず木はもう全て生き物です。生き物ですね。これが製材されてですね、はい、使われた後もちゃんと生き続けるんですね。だから、はい、皆さんが生活の中に木を取り入れて、木と共存していくという姿勢をぜひ打ち立ててもらいたい。そのことによってこの木が一段と輝いて、皆さんの心を癒してくれるとか、はい、見た目を楽しませてくれるというような大きな、それともう一つ大きな効果があるのは、はい、調節作用っていって、はい、湿度を調節する作用を持ってるわけですね。天然のものですから。今湿気が多いですからね。そうです、だからアトピーであるとかそういったそのいや、あれですね、現代病ですかね、現代病と言われるようなものとは全然違う、はい、それを払拭するような、うん、素材なんですね、はい、だからそれを非常にもう A さんあたりは よくご存知で非常に気は詳しいです、はい、だけどとんでもない、意外と詳しくないんですよ。そんなことはないですよ。よくご存知ですよ。この前お目立った時も、はい、薬杉の沖縄の見て、いやこれ素晴らしいねっておっしゃってた、はい、もちろん香りもありますしね、はい、だこれは素晴らしいけど、今日のあれは稀に見る大きな木です、はい、材質も素晴らしい。木を、小引きしてるというか、もうなんか料理してるような感じですね。今あちら側とこちら側で、2人で大きなノコギリ、おがでもって引いてるんですけれども、もう一方、古民家を再生している大工さんでございます、高橋義智さんでございます。おはようございます。おはようございます。高橋さんが、はい、こちらの鴨川商店さんの方に、はい、この木を持ち込んだわけですか。はい、そうです。これはどこにあった木ですか。ですね、滋賀県の山奥にあったということで聞いてますね。滋賀県の山奥に、はい、山奥から山奥から山奥にこの欅の木があったわけですか。はい、そうですね。はで、はい、高橋さんはこの木を どうしようと、この木は、はい、今うちに来ていただいているお客さんがですね、はい、まあ、5年後完成ということで、はい、住宅を新築で建てる計画の中の5年後だ、材木を当然その時間かかるっていうことを、はい、分かっていただけてるので、はい、まあ、こういうところからしっかりしたものをチョイスできるっていうことと、やっぱり乾燥させて置く時間を、はい、まあ、その今の時代とちょっと逆行してますけど、はい、まあ、本来家作りっていうのは、まあ、本来はこういう形が本当ってことはないですけど、はいはい、まあ、昔からこういう形でその時間かけて建てられたっていうことでね、
やっぱまあ昔ながらの工法にこだわられてる方なんで。私あのノコギリも大きいですけれども、この欅の木直径どれぐらいありますかね。これは直径正確に測ってないですけど120センチぐらい。120センチ、はい、はい、はで今こううっすらもう随分小引きされてまして、そうですね2メートルぐらいはもう少し3メーターぐらい切り終わりましたかね。はい、見るとですね、はい、炭がこう引かれてます。そうですね、はい、この炭引きが非常に重要だと。そうですね、この材木の美しさであるとか、まあ、基本的なそのねじれとか割れとか、うん、そういうものをこう配慮した炭打ってありますので、ここにこういうふうにこの子を引いてくると、はい、いい木目の板が出るんだとということですね。ということですか、はい、私も分かったような分かってないような、まだちょっと木がですね、はい、非常に奥の深い世界で、これでも見ますと、はい、根元の方が2つに割れてますよね。はいはい、割れてますよね。でそれを縦にしてます。これごめんなさい、ラジオでなかなか私ね描写してないうまくなってすいません、はい、これは見るとですね、はい、これ反対に90度ひっくり返して、ね、横に引いた方が、はいはい、大きな板が取れそうな気もするんです。そうですね。そういう、まあ私もまさにここへ来るまではそういうふうに目論んでたんですが、結局それをやってしまうと、その幅の広くって、木目も、はい、まあ綺麗なのは取れるということではあるんですけども、はい、基本的にその木の持っている、まあ今言ったその幅の広い板を取ろうっていうのは人間の都合であって、はい、木の都合は直角に引いてあげないと割れてしまう可能性があると。はい、だそれを読むのが、まあ、小引さんの、はい、まあ、経験と、まあ、眼力ですね。はあ、はい、まあ、その辺はもうお任せした方が、まあ、私もまだ勉強の中の身なんで。こちらでもそのおがくずが、そうですね、綺麗な色ですね、おがくずがね。そうですね、また気のいい香りもします、はい、朝僕8時40分にこちらに伺いまして、はい、林さんとですね、あと東出さんでございますが、挨拶は、あ、今電話でございますね。東出さんが今電話、お二人に挨拶はしたんですよ。おはようございます、本日よろしくお願いしますと、はい、その後ですね、はい、なかなか声かけることができない状態というか、そんなことはないと思うんですけど、このタイミングがあると思うので、大きなノコギリは何て言うんですか、オガです。オガで、はい、オガの目立てをね、はい、またその林さんがですね、はい、あちらの海が眺められる場所でも、はい、時間が止まっているような場所でずっと目立てをされていて、はい、でそれからちょっと離れたところで全く同じ形で同じ座り方をして、東出さんがこうノコギリの目立てをしている姿が、はい、なんともこれは声かけちゃいけないんじゃないかっていうような。確かに近づくなオーラ出してますよね。近づいちゃいけない、はい、そうですね。でさあ行くぞとも何とも言わずに始まるんですね。そうそうそう、もう本当あうんの呼吸と言いますかね。あ、また今、はい、二人とも会話するんですかね。これは あまり してないみたいですね。二人はあまり話をしない。話をしているんですよ、これで。無言の話なんですよ。あうんの呼吸っていうのは言わずとも分かる。はい、だから木とも話をしながらやってますし、はい、もちろん相方のことは気遣って、はい、相方の手元を見るんじゃなくて、はい、呼吸を感じて引き通しをやってるわけです。だからぶつからないでしょ。ぶつからないですね。もう間もなくこの A さんセーターを切るんです。はいはい、表面が出る瞬間なんです。あ、それはそこに、この前 お見えになった時の林一さんが、はい、名人が、はい、木はことごとく蓋開けてみるときのドキドキワクワクする感じが最高なんだとおっしゃった。やがてその瞬間なんです。うわ、もうこのセーターを切るんです、ここで、で、あ、切るの端まで通してしまうんじゃなくて、はい、もうあと30センチぐらいで切るんです。あ、もうあと30センチで、はい、それと先ほどちょっと訂正しますが、二股になってるのは元じゃありませんで、これは末口なんですよ。ああ、そうですか。向こうが元でして、これが枝です。枝です。これはこれから上に枝です。二つに分かれて、はい、行ってる。だから分かれた根っこってこれをサバと言うんですけど、はい、サバっていうのは極めて太くなる、はい、これから二つの枝が何十メートル伸びていくんですから、それをみんな支えてたもんな。
だからこの部分は非常に粘り強く硬いんですよ、この枝がそれぞれ成長していく、これを支えて裂けないで折れないで、それで葉も茂らしていかなきゃいかんと、そういう自然の営みのこれ中でこの人間の腕っぷしに筋肉ができたのと同じようなもの、そういうものなんです。ちょっとスタジオからラジオ聞いてる方がちょっと理解できないということがあると思うので、はい、代表で質問します、はい、つまり機械で製材もできますよね、クイーンはいはいはい、で大和で引く製材の仕方もありますよね、はい、どこがどう違うんですか。まず第一番に、木を中心にして自然を大事にしながら木の周りで人が動いて製材すると、はい、で 木と先ほども申しましたように木と対話しながらっていうように木に優しい気持ちで弾くということ、うん、自然を絶対損ねないような弾き方っていうのは一番大前提なんですね、うん、そうすると機械で製材するのは素早く弾けてそれなりの精度が出たかに見えるんですが、それは人間様が機械を使って木をシャニムに弾いてしまうと、そこに大きな違いがある。だから目の切れをなくするとか、だから使用して後にこの木がよりいい顔を見せ、うん、いい力を出してくれるためのあのやり方なんですね。ラッキーさん、はい、いい場所に今いい時間にいるんだよ、あなたそこに。本当でございますね。一応手元に台本みたいのがありまして、私にもできますかとかですね、私にやらせてくださいとか書いたんですけど、これ今ボールペンで今消しましたんで、おがきそうですね、私掃除して書きますんで、とても言えないですね。いやー、会長マイク預けますんで、一つこの後会長の中継やっていただけます。はい、ということで、いよいよその世紀の瞬間がこの後ね、はい、あと30センチくらいでございます。はい、はい、いやー、いい場所だ。あ、今休憩、無言の休憩に入りました。以上です。何？黙ってキャッチボールしてるのと同じで、引いて押して引いて押しての間で話をしてるんですよね。この林さんという方はまた無口ないい職人の、もう本当に鏡みたいな方。あ、そうなんですか。